まあ余裕だね。いいよ。はい。三、二、一。おお。うーい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。だいぶあれだね、桑の葉も枯れてはまだないけど、もう時間の問題だよね。そうだね。紅葉して、うん、もう枯れて落ちちゃう。そうだね。だからまあ。これ、トラとロスのね、大好物ということで、はい、まあ、2匹があの冬でもね、食べれるようにこちらのね、土のう袋に桑の葉を落として詰めて傾斜に保管してソラロゼンのおやつにしたいと思います。そうね。はい、よし、じゃあやっていきますか。はい、じゃあどんどん落としていきたいな。はい、お願いします。結構ね、桑の葉は切ってもどんどん生えてくるから。そうだね。落ちないようにね。でも言うて上の方はしっかりついてる。そうだね。だいぶスカスカになったね、ここのトップとか、うん、まあ、でもこれもまた夏になればたくさん入ってる。目標は何袋分ぐらい集める？目標はなんだかんだこうかさばってるから、うん、5ぐらい。 5?、うん、5袋目標に。せっかくなのでね、この青い桑の葉をソラとロゼにあげてみたいと思います。ソラロゼ、ソラロゼ、はい、ロゼ。美味しいね、ロゼ。君、突っかかってるじゃん。引っかかってる、引っかかってる。はい、それ、こっち、こっち、こっち。はい、OK。ロゼ、ロゼもあげるよ。よしよしよし。はい、じゃあもうちょっとお利口で待っててね。待っててね。すげえ、ほんとどん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 明るくなる。日差しが、まあ、かなり、うん、あの日をね、伸びすぎて遮っちゃってるのもあるから。はいはいはい。上の方のなんかね、やっぱ上にばっかり伸びてる。そうなんだよね、ほんとに真上に。
日が当たらなすぎるからこうなっちゃってるんだろうね。山がすごい綺麗。あ、雪降ってんのかも。すごいな。おお、かなり。一旦これで土のう袋入れてみる。ここだけ。ああ、本当だ。もうちょっとあれだね。お、とりあえずね。そしたらここに、うん、買ったこの枝を、うん、置いて、うん、まあ、葉っぱを、まあ、葉っぱで細い枝も食うで、まあポコポコってやる。あ、まあそれが楽だったらそういうのも全然いいけど。あー、かさばっちゃうかなと思って。あー、まあ確かに。じゃあここからは僕もカメラを置いて二人でちょっと葉っぱと枝と分別していきたいと思います。あ、これは気持ちいいやつだ。プチプチになって気持ちいいですね。これが気持ちいいんですよ。え、すげえ。なんかあの骨を鳴らしてるみたいな、あの手の。ああ。巻き巻き。気持ちいい。おお、結構溜まってるね。まっすぐのやつが気持ちいいんだよ。お、いきます。はい。あー、今のは気持ちいいけど、まあ80点だね。ちょっと 2,3 個残っちゃったね。 2,3 枚。まあ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 。お、これは点数高いよ。昔はね、これはお蚕様も食べてたからね。ねえ、そのあとロゼも糸をはけるんだね。毛じゃなくてね。あ、まあ、毛がね、いい毛になるのかもね。あ、ツヤと張りが出るのかも、うん、じゃあ俺もやってきますね。はい。あー、でも本当に気持ちいいね、こうプチプチプチって。うん、本当に気持ちいい。でもこれとかいいんじゃない。いくよ。はい。3、2、1。おお、うーい、気持ちいい。これ気持ちいいね、本当。これをやるために生きてると言っても過言ではない。なんかこう、ああいうプチプチ的なちょっとストレス発散のゲームというか、なんかあれに確かにあれの感覚だよね。そうだね。この量あってもさ、多分ここに空とロゼ放牧してたら余裕で、ね、1回の食事で全部食べちゃうんだろう。うん、本当食べちゃう。本当にヤギがもう満腹だからもういらないっていうの見たことない。ないね。
それでようやくクワを集め選別し終わったと思ったら風が強風が吹いて全部バーッなら最悪だねでもお昼過ぎぐらいからだんだんこうここで風が吹き始める。あ、まあそうだね。肉今日5袋って言ってたってことはもうこれでだいたい5袋になると予想してこんぐらいにしたってこと。まあまあそうだ、ね、まあなるほどね。もう確かにこの量見たら意外とまあいくらこう葉っぱだけとはいえ5袋ぐらいは確かに貴重な気もするけどどうなんだろう。これで最後かな。あ、そうだね。あ、本当これで最後。あ、ほんとだいぶ集まったね。うん、これほんと5袋は軽くいける気がするよ。そうだ、よし、全部、はい、全部完了です。すごい、いや、え、これいや、ふわふわ、うわ、完全に隠れれてる。これ多分ロゼと空こうやって食ってうわってやったらびっくりすると思う完全に隠れれてる。それだけの…あ、大丈夫、俺が起き上がった時これ外に散らばらん。大丈夫大丈夫大丈夫、うん、よし、じゃあ詰めていきますか。はい、なんかビニール袋じゃなくてこういうのをやっぱ、うん、いいいいね、通気性がいいから、うん、あ、これもうしっかりあれだね、あの地面に直置きだとダメになっちゃうから吊るしと、そうだね。なんか無理やり5袋に詰めれちゃうとしない？しないしないしない普通に詰めてます。ああ、なるほどね。お、これで最後の1枚も詰め込み終わりました、はい、終わりました。じゃあ何袋？はい、おお、6袋。これはソラとロゼも喜びますよ。そうね、はい、ほんと大量だね。ね、これでほんと冬とかもクワの葉を楽しめるね、うん、そうだね。これを最後に傾斜に吊るして、はい、今日は OK かな。はいはい、じゃあ吊るしに行きましょう。はい、どこら辺に吊るす？この手前のすごい。それがその竹？ああ、竹に吊ったじゃん。多分。ここに一回外して入れてっちゃってる。ああ、確かに。そうだね。それで行きましょう。はい、じゃあ。はい。あと1個、あ、1袋。はい、オッケー。あ、ここに引っかかった。あ、まあまあまあ、まあ、頑張れ、ナイスよいしょ、おー、いいね。
そうだね、取れるね。はい、おやつのクワの葉を確保することができました。はいはい、これはまたね、冬に空とロゼにあげたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで OK です。はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次、カメラの充電ちょうどゼロ。おー、いいね。